うっす、皆さん、ザ・グッズ・ナイトです。今日はもう一回レビューに作るので、エレカン・スペクタディア・レプリカ2エレクトリック・ブグルー。今日のは特別のはプロフェッショナルのストラテジー用のことはこのレバーに開けるとこれが簡単に銃から取れます。もう一回もっと綺麗に見るの方法はライトがちょっと上だね、こっちの方からよく見えると、これでアイロンサイトがあります。それと中に見たら今回はもうちょっと綺麗に見えるですね。そうちょっとサイト見づらいね。それは 4X と 1X1 で、ちょっとレッドドットはちょっとだけ違うですね。それとバッテリーはこっちに開けたらこの CR1620 の電池のタイプつけてます。これをもう一回閉めて、なんとかレッドドットっぽいのイルミネーションとはこっちに見たら中に今はゼロが入ってるからよく見づらいけど、一回前に出したら、お、よく見えるですね。もうドロップオフとかいろいろ見やすいになります。この感じだね。じゃあターゲットを一回見たら、よいしょ、これ一回見たら1の0、なんだったな、そうこれでよく見えるけど、今は弾のドロップはよく、なんだったな、ギリギリ下の方にいるんですけど、ヨーネクスしたら、胸の全部見えるけど、今まだ超高いになったから、これで弾はどこに落ちるか本当によくわからないですね。上の、あ、よし、頭。胸とリボンもありますよね。スカウティングの方は悪くないけど、本物の銃に使ったらそのドロップの弾が落ちるのメジャーがよく中に入ってると壊れる。現実の一つ一つまでが壊らないから、ちょっとレプリカからよく、これでよくあまり何もできませんよね。まあでもそれでもまだ便利から 1X と 4X 使うの感じが全然違うから、これでドロップがもっとヘビーみたい、よく落ちるけど、これで1からちょっとだけ落ちるから気にならないとちょっと大変になります。じゃあレビューはそのカバーしてないのことがやりたかったので、ちょっともっともっとちょっと分かりやすいのためですね、このレプリカでもちょっと高いですから、よくレビューしないと買いたいの人がちょっと分からないですね。まあでも大体その感じです。じゃあ皆さんお元気で気をつけてね。また今度ね、一緒にサバゲ行きましょうね。お疲れ様です。